はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、新しい裁判が始まって、なんかちょっと進んだの覚えてんだよ。なんか新しくさ、なんか何回もその何回もっていうか、その揺さぶったところで手に入れた情報を使ってまた揺さぶるっていう新しい手段が出てきて、それちょっとやって確か終わったのかな、前回で。確かなんかここでも言ってたけど、違うな、これじゃないな。なんかなんつってたっけな、なんかどっかであったんだよな、その探していいかな、ちょっと待ってね。なんかゆがんだやり方、違う、なんかね、あんのよ。あれだ、計画的じゃなかったっていう証拠を突きつけてみようみたいな感じで前回言ってたから、計画的じゃなかったっていうのをなんか証明しないといけないんだよ。でよ。ちなみに何も考えてないからさ、何も考えて今始めたわけじゃないからさ、ちなみにないんだけど、計画的じゃなかったとか、被害者の目、個人的な目も、いや、まあ計画的、どれだろうな、計画的じゃなかったという証拠。なんかね、どれだっけな、捜査官者がどうしたしゃ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 、あ、これね、ここであんのかな、確か。でこれなんか特殊なゴム手袋だからどうのこうのみたいなね。最初から殺害を考えていた。これ見たの多分前回。全てが計画的だった。ほら、ここなんだよな。探してみるかっつったんだよな。探してみるかってことはあれかな、もう一回揺さぶってみようかな。一通りやってみるか。あ、変わってっかな。ちょっとなんか一発かましてみっか。一旦かましてみるわ。もう失敗だな。計画的じゃなかった。じゃあ今度道を行ってみるか。ああ、違うな。これゲームオーバーなるかもな。ごめん。計画的じゃなかった。まあ、あと一個、あるとすれば、まあ、この写真だよな。あー、ダメか。はぁ、指紋ないからな。別計画的、計画的だもんな。これも別に計画的だもんな。そんなになんかおかしいっていうとこないもんな。これむずくないっすか。こっち待って、あー、なんか悪い目見たな。なんか悪い目見たな。あ、間違えた。あ、違う、違うよ、もう。ちょっとやめてくださいよ。ちょっと。俺は手にしちゃいけないものを手にしたかもしんない。これは手にしちゃいけないかもな。もあれの、なくはないんだよな、普通に。だってさ、ありえそうなやつ全部やったんだよな。なんか見てないのかな、証拠品。見てないわけでもないしな。ちょっと積んでるな、普通に。正直、今までとわけが違うわ。ん？待てよ、これ。いやー、まあ関係ないか。ちょっと待てよ。どこな、太陽くんなんか違うしな、絶対に。見たしな。結婚。嘘ない思ってな。始末山にこもってサバイバルに見たな。
ってなるとどれだ。あまあこんなことしたくないけどさまあ転生して言うのもあれだけどさ、全部ぶつけていい思い浮かばないんだもん。だってもう思い浮かばない。もう違うさ、なんかもうここに来てさ新しい制度設けてくるやん、揺さぶってみたいな。もうわかんねえよ、全部やるぞお前。おい教えろよ、何が計画的かお前、逆に俺に。全然ダメじゃん。え、計画また転生していいじゃんこれ。もううるせえ俺は全部やるぞ、うるせえ。なんで、なんでよ、なんでこれが計画的じゃないっていう証拠なの。ごめんね、まあまあまあ総当たり戦で言ってんだけど、これはねもう分かんなかったから、社内でググるよりマシでしょ、答え調べるよりマシでしょ、総当たり戦。立ち悪いけど、だうん、これがこれだって、だって指紋ついてないから計画的じゃんかね、こんなの。何よ、言ってみろ。じゃあこの木を試そうなんて10年早くてよ。もちろん凶器ですわ。そこの賢治様のトランクに入っていた。その通り、私のナイフだ。どうなってるんだよこの事件。赤い凶器も赤い車も鼻赤い刑事さんですって。そもそも被告人が中央建築区の首席検事だろ。まあまあどうなってるの、建築区のおじちゃんたち。弁護側から要請します。証人は正確な証言をしてください。いや違う、さお前赤いナイフを突きつける理由なってないじゃん。そんな三木賢治がさ、ね、三木賢治のものばっかじゃんっていう、そんな読めるわけないだろ。逆転裁判これクレームでしょ、意味わかんないもんね。えどういうことかしら坊や。そうだよ、言ってみろよ。なるほどあなたはこう証言しました。ほおずきともえはあらかじめ犯行をすべて計画していた。うん。だからこんな特殊なゴム手袋を用意していたのだ。うん。そうね。そんな推理ではないですか。手袋には計画性を感じますが。しかしそれならば、なぜ肝心の凶器を用意していなかったんでしょうか。いや別に。いや別に密輸ナイフ使おうと思ったんじゃないの。自分が犯人にならないためにはさ、人のナイフ使った方がだって安全じゃん。え？いや、自分が犯人にならないためにはさ、人のナイフ使ったらさ、ミスルギが疑われるからさ、それでよくない？それ計画的って言えると思うんだけど。このナイフはたまたま車のトランクに入ってたものです。ちょ、かけよそれ。書いてよ、道具入れがトランクに入ってたのか知らないよ、そんな。言うのじゃ、これ。言ってみろじゃあ。言ってないじゃん、ほら。覚えてないよ、その調査の時なんか。すげえ流しでやってんだから、俺も。もう部屋に見つけなかったっけ、ナイフ。すげえそんな気がしたんだけど。車の中から見つけたっけ？書いてよ、なるほど、それ情報に。覚えてないよ、そんな毎日やってるわけじゃないんだから。それは俺が悪いな毎日やってないのは俺が悪いわ。それは普通ゲームはぶっ続けやるもんだからな。うん。もし殺人を計画するならば、まず用意するのが凶器です。ちょっと納得いかないけどな。道行きの車の中、道具箱じゃなくて車の中に入ってたって書いてよ。静粛に。そうだったら分かったのにな。よし、これで状況は変わった。さすがです、なるほどさん。お姉ちゃん、これで無罪に時間かかっちゃったな。弁護士くん、塩弁当でよかったかな。なんだって。まさかこんな些細なことで状況は変わったなどと勘違いしていないだろうな。
しかし、実際、殺人の計画性はこれで。バカな。検察側は計画性などを最初から問題にしていない。そこの弁当屋が勝手に言い出したことだ。はっ、またこれ検事恨み買うじゃん、そんな切り捨てるようなこと言ったら。被告人大月智恵が捜査官をナイフで刺殺した。検察側が立証すべきはその一点のみ、他にはない。検事局の坊やが頭のいいとこを見せたわけ。でもね、あの女は明らかにやっつけるつもりだったのさ。それなければ、あん。どうやらその先は証言していただいた方がいいようです。証人、見たことだけお願いしよう。おだわりなさいな。お経の推理は坊やの目玉50個分のビタミンがあるのさ。なんだその例え。なんだその例え、わかりづらいな。わかりづらすぎるわ、お前。弁当屋の例えでもないだろう。栄養知ってるってとこぐらいでもないだろう。ホオズキとお前は正しき捜査官を殺害するつもりだったのさ。うん。そのためにわざわざ被害者を検事局に呼び出したんだからね。石鹸様は被害者にかなりの恨みがあったはず。そうでなきゃあの人間マシンが何度もナイフを使うはずがない。は？何度もナイフ？おいおいおい、待ってくださいよ。一回しか使ったやぞ。おい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 、見つけちゃったぞ。いきなり警察局にいたはずの被害者が検事局に呼び出された。確かにそこにはある種の計画性が感じられます。そんなこと言ってたらラーメンの出前も頼めませんよね。それでは弁護人、尋問お願いします。あのね、音読してるとね、意外と頭の中に入ってこないんだよ、言い訳すると。あ、道を揺さぶってみよう。だからどうしてそれがわかるんですか。だからそれをこれから話すんじゃないか。今のは話の枕というやつでしょう。黙って聞いておくように。坊や、一層今日の膝枕で眠らせてやろうか。短歌になってないような。その弁護人なら自分の肘枕で十分だろう。なぜ被告人に。ああ、まあまあまあ、まあ、一応揺さぶるね。一応ね、智恵さんが呼び出したという証拠はありません。呼び出していないという証拠もございませんのよ。ふむー、一類検事いかがですか。被告人ホオズキ首席検事の携帯電話には通話の記録はない。文通をしていたのかもしれなくてよ。せめて公衆電話ぐらい言ってほしいな。事件当日、被害者は検事局を訪れ殺害された。でもなんかさ、面識なかったって言ってたよな。どんな恨みだと言うんですか。さあ、そこまでは知りませんわ。さあじゃありませんよ。では坊や、お、ここにお弁当がございます。おかずは何かしら。わかるわけないでしょう。そう、お弁当は確かに存在する。でも中身まではわからない。人生は鮭弁当のようなもの、そうは思いませんこと。なるほど、だから鮭はこんなにもしょっぱいのですね。例え話弱いんだよな、あの裁判長。被告人が、はいはいはい。おいおい、何度もナイフを使う。おい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 、待ってくれよ。もう行っちゃっていいっすか、もうこれ。揺さぶんなくてもいいっしょ。行っちゃっていいっすか。何度も刺した。そんなの目撃できるはずはない。この木を試すつもりなら一倍食らわせるよ。え、お前顔変わってんの。食らわせるよ。はっ、この青のり弁当だいぶ使ってんな、青のり。普通に1パックぐらい使ってそう。1倍くら…1倍でいいのか、指方わかんねえわ。食らうのはおそらく君の方だろう。ん、ミツル刑事わかってんね。
説明するのもバカらしいが、これを見ていただこう。ナイフによる傷は1箇所、解剖記録にそう書かれている。ああ、本当です。さすがミスルイケンジ。いや、俺やって、異議唱えたの。惚れちゃいますよね、かっこいいな、ミスルイケンジさん。僕の力いっぱいの異議ありはどこへ消えたんだ。さあ、いかがですかな、証人。なフォークついてんじゃん。あ、なるほどね、刺して血が出てるの、あれなんだ、表現してんだ。やめろよ、食欲。こちらケチャップ弁当でよろしかったかしら。あ、どうも。血とケチャップを見間違う人間はいない、そう信じておりました。でも今日からは改めることにいたしますわ。すごい、見間違いだったと。ナイフを振り上げた時、胸のあたりに見えた気がしましたの。返り血が。だから少なくとも2回は刺したはずと思ってしまった。返り血を何と見間違えたか証言をお願いします。どういうこと？彼女の赤いマフラーが血に見えた。それほど。おいおいおい、マフラーしてないだろお前、これ見ろ。してないじゃんか。おいおい、赤いマフラー。石鹸様はいつも首にお巻きになっておいででしょ。いつ吊るし上げられてもいいようにね。確かに。あ、本当だ。ともえさん、赤いマフラーを、まあ、マフラーかそれ。マフラーって言わなくないか。マフラーを巻いてたっけな。そんなにぐるぐる巻かないでしょ首に。でも返り血と見間違えたなんて不自然な気がしますが。まあ私もよくこのヒゲを見間違えられますからな、よだれかけと。そりゃ問題だろ。正直なところ、私胸のあたりに血痕を見たような気がいたしますの。しかし解剖記録は絶対だ。ナイフの傷は1箇所のみ。お父さん、自分の証言に自信がないみたいだな。チャンスですぞ、なるほどさん。なんだよそれ。お父さん見た目通り短気だったみたいだな。短気はわかるんだけど、何なんだろう損気って。世の中には科学では解明できないこともあります。何その終わり方。まあでもこれは、でもこれだよな、赤いマフラー。でもこのさ、写真にはマフラーしてないんじゃない、これしてないよね。おいおいおい、一の谷だっけ、一の谷さん。お、ん、証人、やはり君は捜査官には向いていないようだ。なんでお前、なんで見つるきそうな意義ありすんの。まあ、取らないでくれる俺の手柄。喧嘩すんなよそこで。何を言うの。被告人は被害者を刺した時マフラーなどしていなかった。まあ、自分で写真撮ってるからな。自ら立証しているではないか、この写真で。あ、なんで検事そんな責めんの。検事、検事ってお前そういう役割じゃないだろう。やれやれ、勘違いもそこまでいけば本物だ。立派な弁当屋になれることだろう。うぅ、しびれますな。やっぱり光月健二さんですよね、最終的には。僕の胸いっぱいの意義ありはどこへ消えたんだ。あれはスカーフ、いえ、私は見たはず、赤い。さて、証人の愉快な、なんだっけこれ。なんだこれ、劇には十分笑わせてもらった。なんですって。それでは証人、証言を続けてください。事件を目撃したあなたは被告人の身柄を確保した。そのことについて。よろしいでしょう。どうやら私も思い出したことがあるようですわ。結局証言の一番重要な部分は崩せなかった。重要な部分、ともえさんが被害者を刺したというポイントだよ。次の証言が本当の勝負かもしれないな。これ見て終わろうかな。
とりあえず。犯行後、被告人は脇にあった水立ての裏側に逃げたんさ。すぐに後を追って被疑者の権利を説明した後、身柄を確保。そう、逮捕の瞬間彼女はマフラーのことを口走ったの。それで先ほどの証言で勘違いしてしまったんでしょう。世間様はお逃げになったけど、今日には無駄なこと。あんま具体的じゃないな。こだわりますな、襟巻きに。蛇のようにしつこく、ハブのように噛む。それがお経ですわ。ハブはある種蛇だと思いますけど。X 並べるんじゃないよ。噛み倒してやろうか。すいません。なるほど、弁護士、毒蛇に噛み倒されると。石鹸児の抵抗は、それは見苦しいものでしたわ。この手を振り払ってドラム缶を蹴り倒してみたり。ドラム缶？想像もつかないな。可愛い顔して割と目標でしたわね。それでは弁護人、尋問をお願いします。次回やるか。わかるかな、でも俺次回。まあ時間もいい感じだからな。多分これ多分ちょうど30分ぐらいかな、多分。時間切ってね。まあそんな感じで今回終わろうかなと思うわ。じゃあ、あたした。